筋肉肉肉肉18。はい、メッチチャンネルです。メッチ、スニーカーズで、購入できた商品が届きました。開けていきたいと思います。楽しみ。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。箱の方がこうなってますね。はい、こうなってまして、こちらこうなってますね。はい、こうですね。フラッカーはこんな感じですね。ではちょっと開けていきますね。開けていきますね。開けました。こうなってます、ね、紙の方はこうなってますね。はい、出てきましたね。出てきました。はい、こちらドンドン、もう片方もドンとね、開けました。そんな感じですね。これ最初紙のままでも履けんのかな、俺そのままでええんかな思うけど、これあかんやんな、多分これ取らなあかんやんな、やっぱ紙のままこんなになってる、こんな感じ。これこのままやったらあかんやんな、やっぱ剥がした方がいいやんな、これ。うん、こんな感じですね。でもう一足の方がこうなってますね。はい、こんな感じです。こんな感じですね。はい、でまあこんな感じですね。でタグの方が、うん、こんな感じですね。うん、こんな感じです。はい、ではこれ剥がしていかなあかんねんな、これ剥がしていかなあかんねんな、これなる、これ剥が、これ塩レース剥が取ってから剥がすっていう方が綺麗やんな、多分。一回ちょっとね、これ剥いでいこうと思っております。シューレース取りましたね。うん、取ったらこんな感じで、片方にこのキーホルダー、これちょっとこれ取るで、あれ、はいはい、キーホルダーはこんな感じかな、はいはい、こんな感じになってますね。はい、これ置いときますね。はい、次はこの紙取っていかなあかんねんな、これ。紙取らなあかんねんな、紙こんな感じやで。うん、取っていかなあかんねんな、こうやって。うん、では今からちょっと紙の方取っていきますね。今取ってきましたね。紙の方はこんな感じになってますね。こんな感じですね。はい、もう片方もこんな感じになっておりますね。はい、これまずちょっと置いといて、でこちら、ここに1箇所、2箇所、ここか、3箇所、4箇所になってますね。4箇所から結ばれてたって感じなんですかね。これも綺麗に取りたいですね。うん、ちょっとこれ綺麗に取りたいと思うんですけど、これスルッと、あ、抜けた、これこういう感じですね。こっちか、こんな感じですね。こんな感じでちょっと綺麗に取りたいと思います。はい、こちらなのこれですね。これを今綺麗に取りましたね。綺麗に取りにくいな、こことかはまあ綺麗に取れたんやけど、こことかも、うん、こことかも、あ、ここまで取れてないか、うん、取れるか、これここら辺は取りやすかったと思うんやけど、ここが取りにくい、ここの部分がすっごい取りにくかった。抜けるのかなと思った、このね、こちらの方抜けるのかなと思った、紙をね。まあこれでちょっと見ていきましょうか。はい、こちらの方ですね。こちらの方こうなってますね。片方ずつ、中がこんな感じです。中がこんな感じですね。はい、こんな裏側がこうなっておりますね。はい、かっこいいですね。イボイボですね、イボイボですね。はい、こんな感じで裏がこうなってます。はい、もう片方ですね。もう片方がこうなってますね。はい、後ろこうなってますね。はい、こちらこうなってます。で前髪とこうですね。はい、こちらこうなってて、はい、広げました、広げましたね。こんな感じになってますね。こうなってますね。はい、ではちょっとシューレース
表していこうかなと思っております。この状態のかっこいいですね。シューレースつけました。シューレースつける難しいな、俺めっちゃ苦手よほんまに。こうつけたらこう、はいはい、かっこいいな、全然変わんない。シューレースつけたらほんまかっこいい。うん、でこちらの方はこうですね。はいはいはい、これ逆っていいっすね。これ逆、こっちが逆ってかっこいいな。かっこいいな、ほんまギミック効いててかわいい。ここのイボイボもかわいい、イボイボかわいい。こっちのイボイボこんな感じ、イボイボかわいい、かわいいっすね。めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。これかわいいな、これ。ではちょっと履いてみるわ。ちょっとドキドキするわ。うん、一回履いてみます。はい、はい、メチです。はい、メチです。私、164cm の 47kg です。どうですかね、これ。見た感じどうですかね。うん、こっち横見ますね。はい。はい。可愛くない？可愛くない？これ。めっちゃなんかこれ、目つくやろ。目に引くっていうか、これ。可愛いな、思って、これ。しかも、履きやすい。うん。可愛いと思った。で、ちなみに、いつも 27cm 買ってんねんな。靴。で、今回、ウィーメンズということで、27.5 を、選択しました、ね。うん、ちょうどいい。ちょうどいい。まあ、元からあれやねん。27いつも買ってんねんけど、もうちょいサイズ低くても全然いけんねんけど、俺、おっきめで履きたいねんな。靴ってなんか、おっきめで履いちゃうタイプやねん。うん。だから今回、まあ、いつも27やけど、27.5 かな。うん。27でもちょっとおっきめ買ってんねんけど、うん。ウィーメンズということで、27.5 履きました。買いました。どうですかね、うん、僕はもう大満足家族な感じで見ていきましょうね。ああ、これ履いても履き心地いいし、やっぱ派手やな。うん、左右こう色が違うっていうのはこんな感じやね。ほんまに可愛い可愛い。うん、俺大好きやこれ。うん、可愛い、ほんまに。もう俺語彙力ないかもかんけど、可愛いしか言われへんもん、これほんまに。こう変わってるところがいいわ、本当に。うん、こうこんな感じ、裏こんな。うん、やっぱこれ履いた時にやっぱ一目つくっていうか、目につくもん、これすごくお気に入りかな。ごめんな、俺全然そのスニーカーレビューってどうしたらいいか分からんねんけど、うん、どうしたらいいか分からんねんけど、一応これ紹介、わてなりの紹介してみた。どうですかこれ。うん、ぜひぜひ、これは僕はもうガシガシ履こうと思う。うん、何でもガシガシ履いてんねんけど、うん、履いていこうと思っております。めっちゃねえでしょ。はい。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。めっちゃ気に入ってんねん、これ。うん。めちゃねえでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。めっち。頑張りますので、よろしくお願いします。めっち。